こんにちは、平井弘明です。前回初心者の方に向けて動画を撮りました。でこのシリーズはゴルフ始めたばっかりの方とかですね、これから始めますよっていう方をコースへこう導くまでの動画としてこうシリーズ化していきたいと思って撮ってます。で前回はですね、揃える道具とかですね、準備段階の動画を撮らせていただきました。で今回はですね、練習場で、行って、これから練習を始めてしますよっていう方に向けて撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。前回お話しした道具1本、クラブ1本ですね、7番8番9番の1本を持ってですね、練習場に行ってくださいっていうことをお話ししたんで、僕買ってきました。1本2,000円買ってきました。これで、今日はですね、実際に僕も初心者になった気分でやってみたいと思います。それでですね、じゃあどうやって打つの、どうやって握るの、どうやって振るのということなんですが、まずは気にしてはいけないということです。まずオートティーでしたらボールが勝手に出てきますので、ボールを取ってアイアンの打つ場所、ここがティーアップしている場所なので、ここはドライバーとかウッド系ですね。でアイアンというのはこのボールをそのティーから取っていただいて、このアイアンマットというここの何もない人工芝の上にボールを置きます。それでですね、好きな気に入った場所に置いてください。どこでもいいです。でそのボールに対して好きな格好で構えてください。いろいろイメージはあると思うんです。誰々がこういう構えをしてたとかですね、こうやって打ってたとかってあると思うんで、ボールの位置も好きな位置に置いてください。でまず僕が言いたいのは、一球打ってみてくださいってことをすごく言いたいんです。その代わり空振りしないでくださいって言ったら、どういうスピードで振るかっていうのをポイントとして考えてみてください。でもどんだけゴルフやったことない人でも、これぐらいのスピードで大きさだったら多分当たると思うんです。で次に大げさ1センチずつそれを大きくしてってみてください。次にこれぐらい大きくしました。でまだ当たるぞと、でもボールが今置いた位置とじゃあ違う位置に置いて、この辺に置いてみます。まあこの辺の方が心地いいっていう方ももちろんいらっしゃると思うので、仮にこの辺に置いてまだ当たりましたって言ったら、当たる限界のスピードを見つけてみてください。僕は初心者じゃないんで、まあ、ある程度振ってみますけども、じゃあこれぐらいで打ったら、じゃあ空振りしたとしますって言ったら、今のは現時点で自分のスピードをオーバーしているので、もう一回スピードを落としてみてください。好きな握り方でいいです。ベースボールグリップでも、テンフィンガーでも、オーバーラッピングでも、インターロッキングでもいいです。どんな握り方でもいいんです。こうやって離してスプリットグリップでもいいです。こうやってやってこうやって打ってみる、当たるか当たらないかというのがすごく重要なので、形、全てにおいての形、動作にこだわらずに、自分がどうやったらボールに当たることができたかということがすごく重要なポイントになります。それでですね、その中でもじゃあなんか一つだけヒントないみたいなことが例えばあるとしたら、ボールとの距離ですね。ボールとの距離は打てる範囲で一番遠いところの方がいいです。なぜいいかというと、近いところで構えます。そうすると伸びたり縮まったり、いろんな誤差が出やすいんですね。でもコンパスと一緒の考えをしてみてください。一番遠いところだともうこれ以上伸びません。で打てる限界の遠さなので、まあこれが一番遠いとしますって言ったら、そこの外周が常に変わらない可能性の方が高いんです。なので一番打てるボールが当たる範囲でボールから遠く構えることをすごくおすすめします。その調べ方としては、ある程度近く立ってみて、当たる当たる当たる、あ当たんなくなってきた、当たんなくなってきた、はい当たりませんでしたっていうところが限界のラインになります。それがですね、もちろん技術によって遠くが打てるようになってきたり、もうちょっと近くの方が打ちやすいよってなってくる場合もあります。それを一番最初に判断してもらいたくないので、できればボールから一番遠いところで打てる範囲の場所を見つけていただいて打っていただいた方がいいと思います。あとは振る大きさなんかも、よくオーバースイングが良くないとかですね、こう
バックスイングがちっちゃかったりが良くないとかってよく言うんですが、正直あんまり関係ないです。ちっちゃかろうが大きかろうが、自分のインパクトのタイミングでクラブがちゃんとボールの位置に戻ってくれば何の問題もないです。例えばこれも女子プロなんかで言うと、横峯さくらちゃんなんかはこうオーバースイングで打ってましたが、あれでも何勝もしてすごくいいプレイヤーです。なのでスイングの大きさとかですね、形なんていうのはあんまり関係ないんですね。自分の打ちたい、打ちやすい打ち方をした方が一番安定感があります。なので作られたスイングよりも自分が最初に動く動き方の方が安定感につながると思いますので、練習場なんか行った時にはあまり意識せずに自分の好きなように打っていただいた方がいいと思います。でボールの打つ数ですね、球数なんかはもう本当100球ぐらいでいいです。その練習の仕方なんかはイヤホンで音楽聴いたりとかして、好きな音楽聴いてリラックスして楽しんで打つというのがすごく大事なので、こう当たらないな当たらないなって言って考え込んで打つよりはもう最初の段階では悩む必要はないです。体を動かす運動程度の気持ちでいいです。当たった喜びというのをですね感じていただいて、次にその楽しみをつなげていただいた方がいいと思いますので、そういう気持ちでぜひぜひ練習してみてください。この動画はですねコース行くまでの導きとして、撮っていきたいと思いますので、また3回目4回目5回目とつながっていくと思いますので、ぜひぜひそちらも楽しみにしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。